はい、それでは、次の曲は北国の春です。千の瀬さんがね歌って、今、日本だけじゃなくてね、アジアの各国で、特に中国なんかでもね、中国語で歌われてます。白樺っていうのもね、中国語だと白樺、あのパイフォアで終わっちゃうので、パイフォアだとちょっとあの間延びしちゃうという、すっくとたった白樺っていう意味で、キンキンパイフォアとかって中国語では歌うようです。ね、なかなかすごい。これはあのなんとなくね、五音階って言って、ドレミソラドっていう五音でできてるメロディーなので、多分アジアの各国でね、きっと皆さん好かれるんじゃないかなというふうに思います。春が来てるんですね。もうすっかり春になってるんですけど、なかなか心の底から喜べないっていう感じの今の時代ですけども、北国の春、みんなで元気に歌って春を喜びたいと思います。よろしくお願いいたします。じゃあ前奏は長いですが、僕の口じゃみせの口ピアノでいきましょう。